quiero aquí go はい、皆さんおはようございます。今日はこれから朝サウナ行きます。海辺にあるサウナがあるんですけども、朝サウナ行きます。はい、灯台の方に来ました。灯台の近くにサウナがあって、海が目の前なんでサウナに入ってすぐに海に入れます。はい、入りました。はい、ここからちょっとサウナまで 1.5 キロぐらいですね。走ります。サウナ行きます。入ります。はい、着きました。サウナ行きます。で、これ大きいサウナで、あれが中サウナ、中行きます。中って言うんですか。で、ここが小さいサウナ。今日小さいのじゃなくて海の目の前の中くらいのとこ行きます。ここですね。はい、ちょっと手続きしていきます。はい、こんな感じのところ行きます。入ります。あ、いい感じ、いい感じ。こんな感じ、2階もありの、2階も行ってみましょうか。ああ、いいですね。これ、何人？結構な人数いけますね。あ、ここいいなぁ。でも、海も見え、海の目の前でサウナに入れるっていう。はい。じゃあちょっとサウナ入ってきまーす。はい、でもこんな感じでサウナ一応撮ってみましょうか。まあ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 、いい感じで温まってますね。はい、じゃあ入りまーす。感じですね。ちょっと撮りましょうか。少しだけ。こんな感じで。めっちゃ暑いです。はい、海行きます。水温が3度なんで、ちょっと海には入れるかなっていう感じ。ここへ陣じゃいますね。ちょっと足だけ、そうだ。うわあ、冷た。いや、これもう氷水ですね。やば、ダメです。いいけど、水温3度は厳しいな。心臓発作になりますね。ゆらゆら、ゆらゆらと。まあ、夏とかいいっすよ。夏はちょうどいい。あ、でも水温20度以上になってんのかな。はい。
はい、ノンアルコールビールちょっと冷やしたんで、それ今出たんでちょっと飲みます。めっちゃ熱っ。いや、めっちゃ熱っ。さあ、気持ちいい。風がすごいけど気持ちいい。いや、ビールなくなってるか。なんか水増えてる。やばい、水かさ増えてる。ちょっと取ってきます。あそこにあります。多分なくなってるかも。あります。おいしい。はい、無事にノンアルコールビールできました。はい、開けました。見に行きます。あー、超冷えてる。ちょっと気温上げましょうか。あー、気持ちいい。あー、気持ちいい。はい、2時間入りました。めっちゃ気持ちよかったです。2時間で4000ルーブル、だいたい7000円ぐらいですか。まあ、ちょっと値段高いですけども、はい、まあまあいい感じですね。はい、お友達たちとみんなでいいんじゃないですか。こんな感じで。はい。もう電気とか可愛いですよね。はい、では出まーす。はい、ここがサウナでした。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。